年金アドバイザーワンポイントレッスン担当はレックスレック専任講師シャロー氏の大野ですすよろししくお願い,いたします今回のワンポイントレッスンは年金アドバイザー試験に向いているのはあなただそこのあなただなんですけどねどなたにシャロあの年賀ド試験向いているのかっていうところのお話をいたします。 で年金アドバイザー試験っていうのは主に2級と3級とありまして、まあ、主にって申し上げたのは4級試験っていうのがありまして4級試験というのはものすごく基本的な内容なんで、うんえー、レックの講座の設定としては2級と3級の設定をしてます。で時々1級ないんですかって聞かれるんですけどないんですよ。現状は2級が え突き抜けて難しくて三級がスタンダードな試験で一級はその将来的に一級試験を設ける余地は残している形なんですけど現行の二級試験が相当難しいんでえ現状二級と三級がまあメインの試験かなと思いますね四級はありますけどまあ大体二級と三級がまあ主流試験のまあ顔みたいな形ですであのレックのえ講座 においてもその2級と3級と特にセットあの用意してるんでご質問としてねあの3級受けたらいいのか2級受けたらいいのかそういうの種の相談がすごく多いんですよね。でネアド試験にとい,い,いうところなんですけど、えー、2級と3級とこうタイプは分かれるんで、えー、3級試験に向いてるのはそこのあなただ。 2級試験に向いているのはそこのあなただということで説明をさせてもらおう思ってまして3級試験からいきましょうかね3級試験は問題自体が全部択一式五択でね選ぶタイプの試験ですからですからあの非常に間口が広いというかどなたにも向く試験で全くのゼロベースの小学の方にも向いてるし特に 特に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 って言い過ぎですけどね特に特に特にあの社労士受けてる人絶対やってください絶対ね本当絶対やってほしいんですよ。というのはあの社労士試験の択一式試験で70問中20問が年金科目なんですね。で20問中8割9割アベレージで取れたらどんだけ楽かね。 だから年金科目が不得意だとなかななかか通らないんですよね社試験正直、えー、年金科目を得点源にしていただいて、えー、社労試験合格の切り札にしてほしいと思ってましてで年金の科目に関してはあのできる方とできない方と本当に両極端に分かれるんですね。で年金の,年金,のこう年金科目っていうのは社労試験の年金科目っていうのは 暗記ではないんですよ基本的な理解を積み重ねていくことが全てなんですねで、最近のシャルシ試験って事例問題がすごく多いんですよ本質的な理解を皆さんに求めているとで、本質的な理解を求めてくる事例問題に対して、えー、何をやったらいいのか、えー、年アドサ級の対策をやってください年級アドバイザーサ級の えー、試験というのは30問が基本の問題で20問が事例問題ですその事例問題がちょうど程よいレベルなんですねシャロシ試験の対応でやっていただくのに最適なレベルなんですごくこうシャロシ試験と互換性があるというかなんか近い感じがするんですね最近のシャロシ試験ですから、えー、事例を通じて年金の理解をしっかり積み重ねていただいてでそれがまた 社労士の勉強の、条文の理解とかにも全部つながっていくと思うんですね。どうしてもね、こう、社労士の勉強をやっていると、僕は、僕は社労士の。受験講座やってますから。あの、受験生の、ね、共通の悩みってわかるんですけど。どうしても、その、法律の試験ですから。条文からのアプローチという面が。すごく、こう、比重としては大きいんですね。ただ、年金って。 今日はお金の話なんで、その堅苦しい条文からのアプローチではなくて、えー、事例を通じたあまあ柔らかいところからのアプローチの方が理解をしやすいんですよね。結局その条文でものすごくカッコ書きいっぱいついてややこしく書いてるけど、結局具体的に言うたらこういうことやんとっていうこう。 理解ができると、結局その、あ、結局こういうことを言うてることやっていう。結論が事例的に吸収できてくると。その条文を見た時も、こう。重さがだいぶ。変わってくると思うんですよね。感覚的なことだけどね。そうすると、こう、本当にテキストがどんどん開いていくというか。よく言うんですけどね、あの。年金苦手にしても、嫌いになっちゃうと、もうテキストは鋼鉄のように、ね、こう。 いいやもうでですすよななわけないんですけん、ね、まあある意味そのこう、まあ、テキストをパッて開くけどねあのこうななんとなくこうテキスト自体触らないっていうかねななんとなく嫌なものとか嫌いになっちゃうとこう見る頻度が絶対少なくなるんですよ知らず知らずのうちに。でより力がつかないって話になっちゃうからね。 だから年金アドバイザー産級試験の勉強って受験対策の講座ではあるんだけども講座ね,講座ねたあの単なる受験対策講座ではなくて、えー、事例を具体的にお話ししていく部分っていうのがすごく講座の中で比重が大きいんであんまりこう勉強勉強してる感覚でなくご関心を持ってやっていただけるかなと思っててね。 だから社労士やる人には特特特に特に特におすすめしてる形です全くあの初めてゼロベースで勉強する人もこうもう変な癖なくもう自然に年金の理解していただけるんでえ年賀度受けて年賀度3級受けてそのあじゃあ社労士やってみようかっていう人も実際いらっしゃるしねまあ,あの年金の勉強の入り口部分としては最適かなと思っててね。えー 皆さんにおであの続いてですね2級試験年金アドバイザー2級試験に関して言うとこれは実力者向けですよね。社労士試験合格者もしくは社労士試験合格レベルにある方で3級試験年アド3級試験に合格した方で実力者実力のある方に向いていますというのも えー、二級試験っていうのはオール記述式全部記述述式全部すする試験なんですね計算過程の何から何まで書いていただいて月数数えて計算過程全部書いて最終的な金額も全部求めるっていう形なんで全部書くことのしんどさね、えー、選ぶ試験と全然そこは、えー、しんどさが違ってくると。 ですから2級と3級ってねこう単純に1級しか変わらないんだけども難度がやっぱり相当開きがあるなっていう気はしてまして2級試験に関しては相当な実力者の方向けなのかなという気はしてます。でただ2級試験というのは事例が10個出て180分で解いていただく試験なんですけども言うても問題はまあ10個事例ばっかりでこう出る問題もある程度限られてるんで。 え、非常に、範囲的には狭く感じると思いますね。で、もうひたすら、その。狭くて深いっていう感じが。ありまして、各練習をね。いっぱいしていただかないと、なかなか。合格できない。そういうタイプの試験かなと思ってます。そので。一つ。あの、産休試験は、どなたにも。こう、間口が広くて。で、特に、社労士。 受けられる人に最適かなで社労士合格されてたり、まああとね、その社労士試験が最近難しいんで、えー、複数年かかるケースも多々ありましてで年賀の産休はすでにあの取ってるしで年金のことはある程度もう大丈夫だしっていう人もいると思うんですけどそういう方がですねこうモチベーションをぐっと上げるために。 難度の高い2級試験にチャレンジただあのお時間がねこう全然学習時間を取るのに宿泊して、えー、ちょっと学習時間の確保に困りますとかいう方に対してはね無理はしないでくださいっていうことは正直言ってるんですね。というのは社労士試験は基本的に選ぶ試験ですけども、えー、答えをね卓一で選ぶ試験ですけど。 ネイアド二級試験というのは全部各試験です。だから試験の形式が違うんでタイプがちょっと違うわけですね。だからスポーツでいうと使う筋肉が多少違うっていうところですね。あの競技が違うというか。だからそこは百も承知で、それは分かっていると。ただモチベーションを上げてより高みを目指したいっていうこう高い志を持ってやっていただくとすればね。 僕はすすごくいいあのいんんじゃないかなかと思うんですけど時間がない中で冒険はしないでくださいということはね言ってましてまあ僕の立場からするとねあのどんどん受けてくださいって言うべきなのかもしれないですけども正直そこは、ね、時間があるないとかっていうのもすごく大きな、えー、こうどれを選ばれるのかの要因だ大きな要因だと思いますのでそれも正直にあの僕は今言った通りなんでね。 えーまあ、あの多少こう時間も取れそうだしモチベーション上げたるでっていう意識であれば、OK、かなと思ってます、ねまあ一つあのネアド試験向いてるのはそこのあなただということでね申し上げたんで、えー、向いてるそこのあなた、えー、レックの方で2級3級の講座の設定もしてますのでね是非、えー、講座の方でね、えー、お会いしましょうというね感じですね。 それでは今回のワンポイントレッスンはこれで終了いたします皆さんどうもありがとうございました